出だし2本相当重要です。ジュースはあります。本当にロシアンルーレットのような戦いになります。スタシミサーブアウト。スタシミのサーブ1本、チェンズーユが取りました。やはりこの第5ゲームも攻めた方が勝つと思いますね。はい、ストップ。ナイス。打ち抜いた。このあと一旦そうですね、はい、打ちにくいコースに返せたのでチェンセス前にいたんですけれども、はい、ミドルしっかり打っていきましたね、スターシニ選手。7-7です。アウト。このサーブ先ほども大事な場面でチェン選手使っていましたよね、はい、上回転サーブですね。上回転なんですね、はいはい、少し手元で伸びると思いますね。かなりバウンドしてチャンスボールにも見えるんですが難しいですね、はい、難しいです。ナイスバック。神谷さんにまた難しい質問です。今どっちが優勢ですか。どっちですかね。それぐらい大変な試合。はい、もうわからないです。わからないですね。それはわからないです。試合に聞けですね。そうなんですよ。スタジオに1本目のサーブは必ず取ってますね、この第5ゲームね。そうですね。レシーブもチェーン選手2本連続緩いのいったんですけれども、はい、いやスターシニー選手今のちょっともったいないミスだったかなと思います、はい、浮いたところを取り返します。惚れ惚れする試合ですね。いや素晴らしいですよね、お互いチャンスを逃さないというのも、はい、このレベルだからこそ見せれるあのラリーですよね、はい。ここでタイムアウトは黄色の日本生命です。はい、もう戦術ですね、はい、この後第3マッチ第4マッチが控えているのに、はい、この第2マッチが今日のもうハイライトだと言いたくなるぐらいの試合ですね。本当に素晴らしい試合ですよね、はい、いやもちろんこの後もね早田が出てきたり加藤美優が出てきたりするんですけど、はい、もうこのマッチングがね、そうなんですね、すごいですね。いやいや本当に見れない、普段簡単には見れない戦いをこんなにいい試合を見せてくれるっていうのは素晴らしいですよね、はい、今日この大阪府立体育会館にお越しになった方はね、生の空気をね、はい、体感できてます。いやこの熱気はもう来た方が皆さんいいですよと言いたいですね、はい、嘘偽りなく、はい、この野島 T リーグ今日の第2マッチ、はい、素晴らしい試合になっています。若宮さんも読めません。読めません、はい、ただシングルスはサーブからの方が有利だと言われてますので、一般的にはチェン選手少し有利かなと思います。ここね、9球ですもんね、はい、チェンズーユーのサーブです。今日相手を苦しめているサーブがあります。バックでまた絡んでいる。やはりサーブが優勢。そうですね、今思い切ってストレートに回してきましたよね。マッチポイントです。ストレート素晴らしいです。単独勝ちしました。勢いのスターシニーを止めたシェン・ズーユー。第2ゲーム 第2マッチ、シェン・ズーユーが押されているようにも見えたんですけど、はい、試合が終わったら勝ってます。そうですね、第1ゲーム見たときは、これは 3-0 かなと思ったんですけれども。そうですよね、8連続ポイント取られたんですよね、ね、第1ゲームはどうなることかと思ったんですけれども、はい、そして第2マッチは第1ゲーム恐るべきスターシニーの突っ走りがありました、はい、8-0 までいきました。素晴らしかったですよね、あっさり第1ゲームと、この苦虫を噛みつぶしたような表情でした。ところが第2ゲームで逆襲に転じて、そこから相手のこの
相手との試合の戦い方を変えていくんですね。そうなんですよね、素晴らしい試合でしたよね。